フサインバイからは、ティムール朝の君主。スルタン・フサイン・ミールザーとも呼ばれる。ヘラートを中心として、ホラーサン地方を支配する政権を立てた。フサインバイからは、ティムールのヤシャゴにあたり、生まるシャイフを曽祖,祖父に持つ。また、母は、ティムールの三男ミーラーンシャーの子孫にあたる。フサインが誕生した時、彼の家系は、政治的な影響力を有していなかった。フサインは、 少年期の大部分を、ホラーサーン地方の統治者、アブルカーシムバーブルに仕えて過ごした。やがてフサインは、マーザンダラーン、ホラズムに勢力を広げ、アブーサイードが領有する、ホラーサーンに、しばしば侵入した。1468年にフサインは、ウズベックの指導者、アブルハイルの元を訪れ、援助を求めた。一週間にわたる主演で命定しなかったフサインは、 援助の約束を取り付けたが、同年にアブルハイルが没したために、援軍は送られなかった。1469年3月に、アブーサイードが、白洋朝との戦闘で落命した報告を受け取った。フサインは、ヘラートを占領し、モスクでの金曜礼拝の説教に支配者として、名前を入れた。白洋朝のウズンハサンは、シャールフ家のヤードガールムハンマドを、 アブーサイードの後継に据えようとし、フサインはヤードガール、ムハンマド、白洋町の両方と交戦した。1470年7月にヤードガールムハンマドがヘラートに進軍した時、フサインはヘラートを放棄して撤退する。フサインは1ヶ月半の間に軍隊を集めて、アブーサイードの王子たちとヤードガールムハンマドを破り、1470年内にヘラートを奪還した。 ヘラートの奪還後、白洋朝が、フサインがヘラートに樹立した政権に介入することはなくなった。ヘラートで政権を樹立した後、フサインは消極的な対外政策をとり、禁欲的な生活を経って快楽にふけるようになる。アムガワイ北、アスタラーバード遺跡には軍を進めず、白洋朝やサマルカンドに政権を立てたアブーサイードの一族と友好を保った。 フサインは主要な都市や地方に王子や有力アミールを総督として派遣し、彼らは半ば独立した存在となる。晩年に各地に統治者として派遣した息子たちの反乱が相次ぎ、北方で再興したウズベクへの対応に遅れをとる。フサインの一族と進化は平和を享受していたため、ヘラート政権の軍事力は低下しており、 反乱の鎮圧において激しい戦闘は起こらなかった。1506年にフサインは、ウズベクのムハンマド・シャイバーニー藩を迎撃するため、マーワラ・アンナフルに進軍するが、ヘラートを出発して間もなく没死した。バディ・ウッザマーンら従軍した、フサインの息子たちは、優位な軍事行動を取らないまま連合軍を解散し、翌1507年にヘラートは、ムハンマド・シャイバーニーの攻撃によって陥落する。 ティムール町の文化は、フサインバイからの時代に成熟期を迎える。フサインが統治するヘラートは、建築、文学、ミニアチュール、書道、音楽など、文化の中心地となった。ヘラートは、人口の増加によって居住区は拡大し、公共施設の建設が盛んに行われ、街の繁栄は、国外でも広く知られた。ヘラートの宮廷には、 友人のミールアリーシールナバイエーをはじめとして、ジャーミー、ビフザード、ミールフォーオンドラの文人、学者、芸術家が集まった。また、フサイン自身も、フサインにという筆名を用いて、作詞を行った。フサインの陥落的な行為はシャリーヤに反していたが、ウラマー、サイード、スーフィーなどの宗教界の人間も、フサインの保護を受ける。フサインはスフィに対して敬意を示し、 信仰を集めるスーフィーの病を立てることで、ウラマーから支持を集めようと努めた。ティムール町の滅亡後も、エラートの宮廷文化は、ムガル帝国、サファビー町、シャイバーニー朝に継承される。ムガル帝国の創始者であるバーブルは、若年時に、フサインの宮廷を訪れ、バーブルナーまで、当時の様子を改装した。ありがとうございます。